これから妊娠・出産するママ・パパへ育児編、千代田保健所。この動画では妊娠からご出産後のサービスと必要な手続きについて、お母さんやお父さんのメンタルヘルスについて、妊婦全数面談について、赤ちゃん訪問について、困った時の連絡先、相談窓口についてご紹介します。妊娠中から産後にご利用できるサービスや必要な手続きについてご案内します。妊娠が判明したら、妊婦さんの住民票がある自治体に妊娠届を提出してください。千代田区の場合、区役所総合窓口、保健所、出張所が窓口です。妊娠中にご利用できる主なサービスとして、妊婦全数面談、妊婦健康審査があります。妊婦健康審査の受診票は、妊娠届出時にお渡しした母子保健バッグに入っていますのでご利用ください。出産後に必要な手続きとして、出生届があります。お子様がお生まれになってから14日以内に、お子様の所在地、出生地、お母さんお父さんの本籍地のいずれかに出生届をご提出ください。また、母子手帳に閉じ込まれている出生通知表のハガキを投函してください。この出生通知表は、保健所から赤ちゃん訪問のご連絡を差し上げる際に活用させていただきます。出産後のサービスとして、まずは予防接種があります。予防接種のご案内は、お子様がお生まれになった翌月末にご案内を送付しますので、ご確認をお願いいたします。受診先やスケジュールは、赤ちゃん訪問の時に相談してください。また、育児に関する情報交換や体重測定を行うニコニコ広場を千代田保健所で開催しています。生後 1,2 ヶ月の第一子の赤ちゃんとお父さんお母さんを対象にしています。対象の方にはご案内はがきをお送りいたしますので、ぜひご参加ください。近くに住む同じ年齢の子供を持つお父さんお母さんと知り合うきっかけにもなります。予約定員制です。次に、産前産後に見られるお母さんのメンタルヘルスの不調についてご紹介します。お母さんは妊娠中から母親としてのアイデンティティを形成していくため、妊娠期から子どもの命を脅かすことへの警戒心が自然に強まります。例えば、お腹の赤ちゃんへの影響を心配して、食事内容や衛生面などあらゆるものに不安を生じることがあります。切迫早産などの場合は、子どもを失うかもしれないという不安にさらされ、自責感などを抱くこともあるでしょう。産後には赤ちゃんに対する責任感が強まり、母乳やミルクなどの栄養が足りているか、赤ちゃんに変化が生じていないかと心配が絶えないことと思います。病院などの出産施設や里帰り先から自宅に戻った時には、孤独や不安を感じやすいと言われています。妊娠中から産後にかけて、お母さんは絶え間ない心配や不安、緊張状態の中にいるかもしれません。そうした状態が続くと、うつ病などメンタルヘルスの不調をきたすことがあります。妊娠中のうつ病は約 10%、 産後のうつ病は 10-15% と、どんな妊婦さんにも起こり得ると言えます。一人で抱え込まず、いつでもご相談ください。近年、お母さんのみならずお父さんのメンタルヘルスの不調が指摘されています。厚生労働省の研究では、
お子さんの誕生から1年間にお父さんのメンタルヘルスの不調のリスクがある割合は 11% となっており、母親の割合 10% とほぼ同程度でした。核家族化などで実家や周囲のサポートを受けにくいなどの状況で、産後のお父さんに期待される役割はますます大きくなっています。このように産前産後のお母さんやお父さんは様々な影響を受け、メンタルヘルスに不調を起こすことがあります。リスクの早期発見、支援につなげるために活用できるサービスとして、これからご紹介する妊婦全数面談と赤ちゃん訪問があります。妊婦全数面談は妊婦さんとそのパートナーも一緒に受けることができます。千代田保健所ではスケールを活用し、お母さんお父さんの心の不調を早期に見つけ、支援が必要な場合はお住まいの地区の担当保健師が一緒に考え支援します。また2022年4月より区役所保健所で妊娠届を出されると、その場で妊婦全数面談を受けられるようになりました。出張所で妊娠届を出した場合は、後日区役所または保健所で面談を受けてください。面談を受けられた方には1万円分の子ども商品券と、千代田区の母子保健サービスが一目でわかるクリアファイルをお配りしています。赤ちゃん訪問についてご紹介します。赤ちゃん訪問は、赤ちゃんの生まれたすべてのご家庭を対象に、助産師や保健師がご家庭を訪問し、赤ちゃんの発育状態の確認、育児相談を行います。出生通知表や出生届などで赤ちゃんのご出生を把握してから、保健師がお電話で赤ちゃんの訪問のご案内をさせていただきます。里帰り出産の場合でも、里帰り先の自治体によっては訪問を受けることができる場合がありますので、保健師に相談してください。最後に、困った時の連絡先と相談窓口をご紹介します。育児支援訪問事業では、産前産後にヘルパーがご家庭を訪問し、育児のお手伝いを行います。千代田っ子ホットラインでは24時間365日対応し、お話を聞いて必要に応じ専門機関やサービスの案内を行います。ぜひご活用ください。もちろん千代田保健所でもご相談を受けたまわっています。千代田区での子育てを私たち保健師も応援します。